皆さんこんにちは、ヘアメイクアップアーティストの永井香織です。今日はすっぴんでございます。はい、今日はね、撮影のお仕事はないんですが、外でランチミーティングがあります。ですのでそれに向けた、メイクをしていく Get Ready With Me をお届けしようと思います。ということで今日のメイクなんですが、まあ人にも合いますので、きちんと見えはしたいなって思ってるんだけれども、重くないメイクにしていきたいなって思っています。あとは、一日過ごす中で肌ケア効果が期待できるような、そういうアイテムで、肌を整えるっていうのも今日の、目的にしています。まずは UV から塗っていきたいと思います。今日使うのはこちらです。じゃじゃーん、オルビスのリンクルブライト UV プロテクターです。新作 UV の動画でも出てきて、もうなんか使ってるよっていうコメントも結構入ってたんだけど、こちらは、おととし発売した、オルビスの人気 UV の進化版です。結構そのデビューした時はベスコスもすごい撮ってて、その最新版です。なんといってもこの商品ってシワ改善と美白が叶うっていうのがすごいぞっていうアイテムなんだよね。シワこうちょっとね、面で大きく言ってなるんだ。ほら、もう全然白くないでしょ？もう馴染むね。心地よいね、滑らかで保湿力もすごく感じられる安心感のある UV です。そう、なんかね、香りとかもあまり、ないと思う。なんかね、すごくプレーンで、どんな方にでもおすすめできる保湿力の高い下地で、結構メイクのりっていうかフィット感、メイクのフィット感がこう高まるような印象があるので、ちょっと秒で伸びたんだけど、ちょっとすごくない？これ。で、耳まで乗せます。うん、いい意味でとてもプレーンで、カラーはないんだけれども、本当にこう保湿力があり、艶やかな感じに仕上がるのが、お気に入りのとこです。じゃあベースメイク始めていきます。今日使うのはこれです。オルビスの下地とクッション使おうと思ってます。はい。オルビスって、スキンケアに強いイメージがあると思うんだけど、このオルビス U のシリーズから、新しく出た今日ベースメイクがあって、これをね、使っていこうと思うのね。これらは、待機中のチリホコリをカットとか、あとは、ブルーライトカットもしてくれるっていう、まあ、守りの側面もすごい強いんだけど、日中のケア、肌へのケア、そういったところもしてくれるところがすごい魅力的なので、まあ、守りと潤いのベースメイクアイテムって感じなので、今日選択しました。オルビス U トリートメントプライマーです。ほんのりね、ピンクベージュな感じでお色がついてます。でももうトリートメントプライマーってなってるだけあって、もうほぼスキンケアと同じようなしっとりテクスチャーなので、しっとりとしたこう伸び感が魅力だから、もうスーパー時短で伸びちゃうよ。あ、やっぱりさ、ちょっといいね。普通のベージュよりピンクがかってるから血色がプラスされてない？あ、すごい。なんかちょっとこれ一回生で飲んなきゃ。いい感じにほんのりとカバー感が感じられて、なんといっても艶やかなこのしっとり感が分かりますか？うん。それで、肌の表面の凹凸をちょっとこうカバーする効果もあるから、最後に毛穴周りは少しこうやって指で押し込んでおくと、さらにフラットになる感じがします。じゃあクッション塗っていきます。オルビス U トリートメントクッションファンデーションです。私はピンクナチュラル02っていう色にします。優しいタッチで微振動タップで塗り広げていくと、穏やかに色づいていきます。カバー感もあるんだけれども軽やかで、多分このクッションファンデーションって血色感が入ってくるので、今私はほとんどフェイスラインのあたりはつけてないね。このね、顔の上部、美肌ゾーンとその下ぐらいをメインに使いました。スポンジを折り曲げてですね、先っちょに取り足して、気になるシミとかクマにワンプラスしてカバーアップのテクを加えていきます。やっぱり大人の私なので、一度塗った後に細部に対してワンプラスのカバーアップテクっていうのは必ずやってるから、こういった扱いやすいファンデーションであればコンシーラーなしでカバーアップも叶うので、2段階性をいつも取るようにしています。どうでしょうか。
今日セレクトした色がピンクナチュラルって色なんだけれども、この色がやっぱり血色感と透明感のバランスがちょうどいい感じがするので、特に大人の皆さんにはあのピンクナチュラルおすすめしちゃいます。あとこのクッションね、やっぱりこれから暑くなってくるけれども、あの汗とかに対する崩れ、そして擦れ防止っていうところもあの歌っているので、とても嬉しいポイントかなって思います。日中もこうつけている方が肌にいいっていうようなベースメイクは本当に嬉しいし、なんかもうむしろつけたくなるよね。なんかこういったものをセレクトして、心地よく過ごしていきたいし、あとなんといってもこのオルビス U のベースメイクは美の育成ベースメイクと言われているものです。塗るだけで本格ケアが叶う、しかもあのお値段がね、とても買いやすいお値段っていうところも大変びっくりなポイントです。ぜひみんなにもおすすめしたいと思ってます。ということでポイントメイクしていきたいと思います。肌の仕上がりはちょっとこうシルキーな感じ、ない、いい感じのちょっと程よいツヤ感とサラッとした雰囲気になっていると思うので、これに合う感じの、程よいツヤのあるメイクにして、こうヘルシー見せさせていこうかと思います。はい、オルビスのフォートーンズスタイリングアイズ06にします。ランチミーティングだからさ、いい人風にしたいので、はい、ちょっと柔らかな感じにしたいと思います。これとこれ混ぜちゃう。ピンク可愛いけど、やっぱほらぼやけたくないから、初めからブラウン混ぜちゃうな。私はね、あの実はオルビスのあの解放誌のオルビスマガジンっていうさ、そちらであのね、長い香りの引き出すメイクっていう連載を実はずっとさせていただいてるのね。いろんな職業の一般の方をお招きして、その方にいわゆる引き出す、そうメイクっていうのをやってるんだ。だからね、オルビスはすごいね、身近なブランドでね、いつもね使ってるんだよ。はい、ということでピンクをうまく、活用して、影&可愛さをミックスした、アイメイクをちゃちゃっとやりました。あまりラブリーすぎるとねあれなので、パールちょっと控えめで黒目の下だけにしときます。オルビスペンシルアイライナーの02のブラウンです。後ろにねぼかしチップさんがついててね、とても便利。今日のねランチミーティングはね、どうやらなんかテラス席っていう噂を聞いてるので、あのなんかリキッドでちょっとこうキリリっていうよりは、お外の感じにもふんわり見えるような優しい、ペンシル、そしてブラウンをセレクトしたよ。下も行きます。なんとなく引いてチップでぼかします。ここのさ、濃いブラウンだけでさ、下まぶたのアイラインの上にちょっと重ねとくね。マスカラ行きます。こちらです、オルビスイルミラッシュマスカラのブラックです。セパレートすごいするんだ、オルビスのブラックマスカラ。ダマになりにくいので、ささっとつけても動かしたり溶かしたりしなくても平気な印象があります。はい、漏れてきました、ありがとうございます。アイブロウいきます。このペンシルアイブロウ N のグレーというカラーがあって、これでいつもの長い式眉ができちゃうのよ。かけているところをグレーで埋めます。で、今日のカラー染めは、なんとこのピンクのアイシャドウでカラー染めやってみようと思います。一回この色だけでやってみるね。チップの時は少しこう押し付けるような感じで。ブラシのやり方にみんな慣れてるかもしれない。チップでも一応できなくはなくっても早いね、チップの方がね。スタンプ系でこう押していきます。それでスクリューで肌に溶け込ませる。オルビスのこのねグロッシーなリップが超可愛いのよ。ですごい何をつけようか今浮かれてる最中なんだけども、高発色なリップグロスがあってすごい好きなのね。で、今迷ってるのはこの2本なんだけど、これオルビスのカラーエッセンスリキッドっていう高発色液体リップがあります。これのブラウンとねオレンジで迷っております。可愛いんやこれ、今年ツヤだね、やっぱり。この色にしたサンセットオレンジ、
チークはさ、私これ大好きだったよね。であの出た時すごいこれベスコスに入れたよね。オルビスライトブラッシュ01のパプリカちゃんでございます。すごいパプってるこの色。つけるとね穏やかなのよ結構。クッションファンデがね密着して綺麗な状態なのであまり擦らないよチークが。はい、完成です。どうでしたか皆さん。やっぱりね毎日やるベースメイクだからね、こういう感じで肌をいたわりながらメイクできるっていうアイテムはさ、もう本当に心強いし、あのまだ未体験の方にはぜひおすすめしたいなって思います。もうメイクしている時間が、ファンデーション塗ってる時間が肌のためになるっていう、もう本当にいいことしかない、そんなベースメイクを今日ご紹介しました。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今日使ったアイテムはですね概要欄の方にも出ていますので、あのチェックしてみてください。ということで、あのいい感じに仕上がったので私はランチミーティングに行ってきます。じゃあねー。じゃあ打ち合わせも終わりまして、いい感じですか。しっとりといい感じだと思います。というわけで今日の動画が良かったよと思ってくださった方はグッドボタンお願いします。コメントもお待ちしております。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それではバイバーイ。